気だな。あ、なんか後ろで手太りしておるし。なあ、地元春日井で今場所が3勝4敗で、まあ、なんだちょっといかんじゃん。せっかく地元みんな応援しとんのに。そうなあ、3-3で最後に最後にあれだったか。そうです、最後。どっか調子悪くはないんだろう。そうですね、やっぱ緊張しいなって。ああ、言っとったな。誰も見とらんと思えばいい。やっぱ愛知県春日井市出身って言われると、あれはそうだよな。そうですね、あれで緊張するんか。なんだよ。じゃあ毎日あの稽古の時からみんなに拍手してもらって、拍手鳴らしとかな。なあ、そうですね。そうそう、あの場所、本場所もな稽古と同じような感じでな。気楽に取れるな。そうそうそう。もっとその体を生かして上からはんよ。はい。な。よし、頑張って。はい。次戻ってくるまでに。幕下上がります。お、そうやな。はい、お、幕下行こう。な、頑張れよ。はい。頑張れ。はい。仙道さん、しこ名変えて今場所な、はい、新たな感じだったけど、成績は？4勝3敗です。うん。もうちょい勝てるよ。あの番付なら勝たないかな。勝ちたいんですけどね。そうだよな。ちょっと腰があれなんだもんな。腰も痛いし、首もか。ああ、そうか。全部や、全部。全部だな。でもな、なんとかそこでな。そうですね。まだまだそんな幕下行けとったんだね。 ね、そこへ戻らなかんな、はい、なんとかな。そこ目標だよな、はい、じゃあ来場所また勝ち越して、そうそうそう、なまずは勝ち越しして、なじわじわでも番付上げんとな、はい、正直12段からそんなで戻ったら次また負け越して12段戻って、そうそうそう、なそのオフが多いでな、ちょっとそこにあ、そこにおるんじゃないでな、はい、なそうだ、幕下、はい、じゃあ次名古屋戻るまでは、そうですね、まあ、まあ、ゆっくりと、ね、うん、上の方に戻ってもらいたい。まあさな、まあ、無理もせんとやけど、でも上を目指さなかんねんな。待っとるでな。はい、頑張れよ。はい。さあ、じゃあ、川谷と岩さんね。はい。今場所はちょっと。ダメでした。3勝4敗でした。3勝4敗か。でも大きくは負け越しとなんで、ね、まあそうですね、前半早めに負けちゃったんですけど、最後は盛り返して、そうだもんな、はい、3段目まで、そうだよな、持ってこれたんで、うん、まあ、3段目からは多分落ちないと思います。うんうんうん、そうだよね、はい、まあ確実に3段目にはおらなあかんしな、そうですね、まあその上もあるんだしな、筋トレも大切だけど、そうですね、いろいろと頑張ります。そうそうそう、7月はな、誕生日もあるしな、ね、名古屋はもっと大勝ちしてくれるよな。最近調子悪いですよね、ここなんで名古屋。はい、それじゃ考えや。そうだよな、来年こそちょっと、そうだよ、ずっと勝ち越ししらんか名古屋で、はい、あれちょっと来年は頼むよ、頑張りますな、勝ち越しして名古屋でな、はい、はい、じゃあ待っとるでね、行きます、はい、頼むよ、はい。